お疲れ様です。速稼塾がスタートしていきなりですけども、私最初の集客50人だったんですよ。それは Facebook の友達が500人しかいなかった時代に起きました。しかもその Facebook は麻雀店の集客のためのねツールだったんで、麻雀の発信しかしてなかったんですよ。そこにネットビジネス、アフィリエイト、儲かりますみたいなね、儲けさせますみたいなね、それで50人来てくださって80万か、だからアクセスは集まんないんだけども、でもね、打ち出していく姿勢は見せておかないといけないですよね。アクセスの小さいうちに動き出していく。で、1でもアクセスがあればそこには売り上げを立てる可能性はあるわけですよ。でもっと言ったら、1しかなかったらその1に対してベストマッチした商品提案できるはずなんですよね。で、人数が多ければ大きいほどその売れる確率って下がるんですよ。だから10人に対してメッセージを送ってる時と1000人に対してメッセージを送ってる時、あの売上は1000人の方が高いかもしれませんけども、多分命中率は1000人の時の方が低いでしょうね。だから10人に対して濃くやる方があれは簡単なんで、ファンが少ない時こそ一人一人を大切にということでございます。人数が増えると一人一人を大切にしたくてもなかなかね、あの手が回らなくなってきますんでね、頑張ってください。お疲れ様です。